いきますよ。じゃん。動物が出ているパチスロを打って勝ち上がれ。動物なんかピンとこないんだけど。あった？え？あ！あー！やったー！イエーイ！これに当たった。苦労だね。苦労。全財産なくなっちゃうわ。またもうないよ。また驚く。大丈夫。足りました。41ゲームで。ジョグマン。えい。またかよ。あらら、今日はちょっと負けの方程式が出来上がってきてますね、これ。96枚かな、また。出るわけないのよ。ということで、ちょっとこの台を打っててもちょっと先行き不安なことしかないので、他の動物が出てくる台を探しに行きたいと思うんですけども、いくらか候補を挙げたんですが、パンチョ、パンダいるから、あとは化け物語、いろいろに化けちゃってるからね。ということで台動したいと思います。これいいじゃん。そのまま素焼きだったら400のところ一番当たりやすいでしょ。はい、ということでパンダが出てくるサラリーマンマントの方に移動していきました。丁寧にもね、前日のゲーム数、最終ゲーム数とかも書いてるので、それと照らし合わせながら見ていきましょうか。まあ、今日いくら使えばいいのっていうぐらい、あの危険なものしかないね。ていうかメイン機種に動物がいないんで、襲われたとしても無理。え、こっから、じゃあさっ、
当たらなさすぎだね。お、加賀美さん出たのでいいと思いますよ。当たってほしい。これは可能性あると思う。多分一回検証挟むと思うんですけど、大丈夫です。多分さっきと同様ラクダレース。大丈夫でしょう。ということで勝利です。投資がですね、もうすでに28本を迎えまして、375ゲームで契約からだと思います。加賀美さんでいきます。ということで一気にテンション上がりましたね。いただきラッシュゲットでございます。めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。なんかダメだった分嬉しいね。また鏡様でやりたいと思います。あースーパー駆け抜け、もうなかったことにしていただきたい。お願いします。はい、終わりです。なんで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 ホラーじゃなくて、なんでなんでかがこれ関係ない関係ない。終わり。頑張りました。今日の私にしては、え、書いてなかったよね何も。そんなことあんの、そんなことあんの。まあ、ダメですね。楽しかった楽しかった。なんか相手してもらえて楽しかった。そのまま行けばまた食堂でしょう。こうなったら嫌だから。いやーめっちゃ楽しい。次は上乗せするようにするね。するって自分の気分とかじゃないけど頑張ります。せっかくの着戻しなので。
あ、乗った。当たんない。でっかいパンダしか来ない。残念。頑張れてますよ。で多分20ぐらいは上乗せしてるはずなんですよね、さっきのチャンス目で。グループではありがとう絆プロジェクトというチャリティーを行っています。皆様ぜひご協力ください。